皆さんこんにちは。藤井誠ゴルフチャンネルへようこそ。藤井誠ゴルフチャンネルのためのスタジオを作りました。これでね、ゴルフに関するいろいろなことを発信していこうと思っております。今日は、このボール、こんなものを使って、ゴルファーのこのトレーニングというのをね、ご紹介したいと思うんですけど、これちょっと重いんですけどね。はい、今日はこれをテーマにしたいと思います。それでは行ってみましょう。練習場シリーズですね。冒頭はにこやかに行きましょう。笑いましょう。いいショットした時は笑えますよね、ゴルファーはね。はい、いいショットができるように練習を積んでいきましょう。いい練習してほしいですね。練習場、球をバシバシ打つだけじゃなくて、たまには、こんなものを使ってトレーニングって言うとね、すぐこう、いや俺はいいよトレーニングはってなっちゃうんだけど、楽しくね、自分の身について、それがうまく、クラブを扱えるようになるっていうのがいいと思います。じゃあちょっとこれ紹介しますからね、見てください。これ1キロね。でちょっ と,、こうスティッキーというか、ネバネバ系というか、こう吸い付きやすいわけね。これが味噌なんだけど、吸い付くことによってトレーニングのやり方が、バリエーションがいろいろできると。例えばこういうのはもう基本であったとしても、逆にほら、上から掴む、で腕の筋肉もいろいろあるわけだね。いろいろあるんだけど、ゴルフの上達のためにやりたいのは、下半身、そして、お腹、背中、大きな筋肉と腕が一体化するという、そのつなげるためにどうしたらいいか、手だけでこうやるんじゃなくて、下半身全体がつながってくる。でこれはね、肩の下でボールを上から下に取る、こういう状態。これ肩より上っちゃうとまた話が違っちゃうんだね。だから肩よりも下でほっ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 で話すときにちょっとこう回転なんかつけると面白いね。これほら、上から上から。これ何がいいかというと、つまり例えばサンドウェッジなんかね、グリップ上からなんですね。上から、下からじゃなくて上から、ふっ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 、そして体とつながっていることで自由自在に止めることができる、コントロールができる。例えば1キロの重さをこの天井の、まあ見た目だよねこれね、感覚でしかないんだけど、ギリギリ当たんないぐらい、スッ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 、だいたい同じぐらいのところに行くわけだね。はい、でどこでもいいよこれ。じゃあここの高さにしましょう。自分のちょうど目の高さで止めましょう。自由自在、高さの調整、体を使って手が働きながら距離を調整できる。これは実はショットの時に自分の中で10ヤード、20ヤード、30ヤードという考えでもいいし、もしくは 10%、20%、30% という形でもいいから、例えばこの4つボール並べて 10%、20%、30%、そして 40% みたいなね、距離をこう変えていくわけ。距離を変えていくときに、左手がクラブを持って自信を持ってこのクラブをコントロールできるということ、そしてその左腕は体全体とつながっているということ、これが強みなんだよね。そうすると自分の中で 10%、 自分の中で 20%、 自分の中で 30% というふうにバリエーションが増えてくるね。さっきその天井に向けていくつかキャッチボールしたけれども、
距離を自在に変えることができる、まあ、感覚で勝負してもいいけど、自分の中ではこの 20% の左手のコントロールが現実的には60ヤード出ますとか、もしくは50ヤード出ますとか、そういうデータに蓄積されていけば、実際こうコース出た時によし残り75ヤード、うん、OK 45% みたいな、そんな感じに持っていけると思うんですよね。ですからさっきの左腕のこういうボールのトレーニングはなんか楽しく、やっていながら実際こういうことにつながっていく。これ右手でやると結構ねできないんだよね。右手って足が止まって、こんな感じかな、あんな感じかなって、まあ右手上手い人はいるんだけれども、もちろんだけど手先だけのコントロールよりも体全体のコントロールもしっかり覚えた方が、2つあった方がやっぱり得だと思いますね。ですからスクワットやりながらね、こんな風に真ん中でやったり楽しくトレーニングできますからね、やってみてください。これなんか入ってんだよね、これこんな音がする。それで結構ずっしり、おっと、うわ手が痛い、重いんだよね、まあ、これ1キロなんだけど 0.5 キロからあって2キロとか3キロとか、割とこの同じ大きさで色違いでこう重さが選べるというね、これがいいね、いろんなこう筋肉が鍛えられるね。ガイガイヒロシです。焼き鳥最高です、食べに来てください。チャンネル登録待ってます。あ、ちょっと違う、ガイガイヒロシです。ガイガイのヒロシです。焼き鳥最高、みんな待ってますよ。チャンネル登録もよろしくお願いします。うまっ。